北九州市環境ミュージアムは、福岡県北九州市八幡東区東田にある、環境に関する展示、体験施設である。北九州博覧祭2001のパビリオンを利用して、2002年4月にオープンした。環境学習センター機能、環境情報センター機能、環境活動センター機能の3つの機能を有する。北九州市の郊外克服の歴史をはじめ、 身近な環境問題から地球環境問題まで総合的に学習することができる。市民ボランティアによる環境学習サポーターやインタープリターを配置し、より理解を深めることができるよう配慮がなされている。また、環境をモデル都市における21世紀環境共生型モデル住宅として、環境省エコハウスモデル事業の補助を受けて、エコハウスのモデルハウスが 敷地内に建てられている。北九州市五十年物語、第四部、鉄の町、六官民で、同海湾のヘドロ春節、福岡2012年7月5日、毎日新聞、環境ミュージアム指定管理特定、非営利活動法人里山を考える会環境、学習サポーター、北九州市環境ミュージアム公式サイト、インタープリター、 北九州市環境ミュージアム公式サイト20のチャレンジ福岡県北九州市環境省21世紀環境共生型住宅のモデル整備による建設促進事業公式サイトありがとうございます